結婚相談所では教えてくれない結婚できない女性の特徴。はい、こんにちは。高学歴婚活系 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、婚活の話をしたいんだけど、結婚相談所ではね、絶対に教えてくれない結婚できない女性の特徴について話していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、前回ちょっとね、少し前に話したんだけど、これがね、1日で200人ぐらい見てくれて、非常にね、すごく皆さん、女性の方は特に気になるんだなと思いました。まあね、1日で200人ぐらい見てくれてね、結構いっぱい見てくれたんだけど、低評価と高評価がね、まあ、今の時点でね、一緒なんですよ。11対11で。これね、おそらくね、男性と女性に分かれてるんですよ。結婚できない女性の特徴っていうのを、まあ、僕が結婚、ね、婚活のしてる、ね、身として、まあね、男性に、まあ、男性に向けてね、そういうこと言ったんだけど、まあ、男性の人はね、いいぞいいぞってなるんだけど、女性の人はね、これね、ブチ切れたり、あとね、低評価するんですよ。で、まあ、だからね、ちょうど11対11で今ね、半々に分かれてる感じ。だと思います。で、まあ、今日はね、反響が多かったこれについてね、もっとね、他のこととね、いろいろ詳細とかもね、話していきたいと思います。で、結婚できない特徴、女性の特徴として容姿スタイルが悪いっていう話をしたんですけど、まあ、その中の一つにね、これね、男性で言えばね、あれなんですよ。年収がね、本当に200万とかのね、男性と同じなんですよ。女性でね、容姿が悪くて、スタイルが悪いっていうのは、男性で言えばね、年収200万とかね、年収200万ぐらい、300万ない男性と一緒なんですよ。つまりね、容姿の悪い、スタイルの悪い女性は、低年収の男性と結婚したらいいんですよ。ぶっちゃけ。だけど、結婚しないでしょ。もうね、それがわがままなんですよ、大体。結婚できない女性の特徴で、まあ、若い男性としてね、そう思ってるのに、そういう女性はね、低い年収の男性と結婚したいのに結婚しないじゃないですか。高望みする、年収600万だとか言って言い出すんですよ。で、それ無理だったら、まあ、じゃあ500万でもいいよとか言ってやって、それでも無理とか言ってやって、で、そのうちね、普通のスペックのね、男性を探すと。でも、婚活の途中に年齢もね、どんどん取っていくわけで、最初にね、600万を求めて、次500万って下ろして、そこにね、年月が経って、年も取っていくわけじゃないですか。それでね、今度は400万の男性とか言ってね、まあ普通ぐらいでいいから400万ぐらいとかね、言っても、これ捕まらないですよ、大体。例えばね、年齢をね、自分の年齢プラス10歳ぐらい、を見とかないといけません。まあ30だったら40歳ぐらいね。だから、アラサー女性っていうのは、アラフォーの男性にモテるっていう、そこの利点をね、考えれない人は結婚できないです。で、なおかつ自分のスペックが低いんだから、そういう場合は年収ね、本当に2、300万の人でもね、我慢しないと、これはマッチングしないですよ。自然の摂理なんで、これはね、僕は別になんかね、そういうね、言ってるわけじゃないのに、なんかね、女性の方とかちょっとね、まあこれは低い評価されるんだと思うんだけど、自然の摂理で、容姿が悪くてスタイルの悪い女性っていうのは、これ年収の低いね、200万ぐらいの男性と同じなんで、これ売れ残るんですよ、どっちも。だからそこ同士カップリングしたらいいっていう、ただそれだけなんですよ。それをね、まあ物理的に考えれない女性が多いから、結婚がどんどん婚期が遅れていって、結局ね、結婚しないっていう人がね、増えてくるんですよ。そこをなんか、友達がね、どういう、婚活して結婚してるとか、そういうのばっかりね、女子会ばっかりしてね、友達がね、どういう結婚してるかとか、そういうとこばっかりね、気にしちゃって、結局、自分を見れないっていうかね、他人ばっかり見てる。他人がどうでこうで、他人から映る自分ばっかり見ちゃってるから、自分がね、何もできてないっていう、まあ、女性が多いと。まあ、僕のね、動画をね、もし聞いてくれてたらね、低評価する前に、まずね、自分からこう変わろうとしないと、ダメです。
自分からね、変わろうとしないとダメです。で、僕はね、別にね、これ女性にばっかり言ってるわけじゃなくて、僕もね、これからね、ダイエットしようかなと思って、まあ、5キロは痩せようかなと思ってるんですよ。なので、まあね、男性なのにな、なんでダイエットするのって思われるかもしれないんだけど、まあ、男性でもやっぱりそれぐらいね、気を使って、もうちょっと痩せようかなとかね、こう思うわけです。なので、男性以上に女性はね、もっとセンシティブになって、考えていかない。センシティブっていうのは、敏感的なってことね。まあ、センシティブっていうんだけど、センシティブなね、感じになって、やっていかないと僕はいけないと思います。結局、女性は男性に年収を求めるんですよ。で、男性は女性に若さを求めるから、結局、若くない。何もできない。容姿も悪い。女性っていうのだから結局低い年収の男性としか、マッチングしません。なんかね、野原さんの動画とか見てたらわかるけど、なんかもしかしたら誰かぐらい、一人ぐらい、なんか私となんか合うんじゃないかなっていう、そういうなんだろうな、夢物語に走ってしまいます。だからそのあたり注意しながら婚活した方がいいと思います。まあ、僕はね、これはね、女性のためになることも話してるんで、まあ、特になんか僕がね、女性の方からなんかこう低評価されたりとかね、ブチ切れるコメントされるっていう、そのなんだろうな、そういうまあ心当たりはないんでね、本当に注意してください。最後までご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございました。